ゃない。服だよ。ヨウタンクマさん10個クマタワーありがとうございます。ありがとうございます。ガクタンカイありがとうございます。昭和さんタコさんたくさんありがとうございます。スペチャンピオンタンタコさんたくさんありがとうございます。パジャマじゃないって本当だって。ほらちょい見てみ。ちょっと見て、パジャマじゃないから。ほらほら全身この色だ。パジャマじゃないです、普通の服です。パジャマに見えるこれ。ちゃうで。トマさん会員ありがとうございます。ムカネコさんタコさんありがとうございます。ボーカーフェイスさん会員ありがとうございます。パジャマやんか、違うって。違う。ミオタンハートありがとうございます。シンザーさんハートありがとうございます。ハートがたくさんあるやつです。それで長くする、うん、するよ別に。でもこれは最近はね着てなかったです。なんか小学生の時に買って着てったやつなんですけど、最近は着てなくて久しぶりに着ました。でもまだ着れました。トシさんとこさんありがとうございます。ペダペダクマさん黄色だ。クマさん10個黄色のクマタワーありがとうございます。ありがとうございます。ヤマシンさんハートありがとうございます。ピンコさんハートありがとうございます。ママとケンヨ、うん全然違う。え、違う。あいまつさんとこさんありがとうございます。いなしーさんハートありがとうございます。ももたん、ももです、こんにちは。いなしーさんハートありがとうございます。え、でもこれ普通に売ってるやつ。お、アイスマジックです。弟くん違うよ。もものフフ。夜ご飯なんだったら今日の夜ご飯はお好み焼きです。今日の夜ご飯はお好み焼きです。じゃあパパと金曜だ、絶対違う。テシさんハートありがとうございます。こんばんは、ももなちゃん来てくれてありがとうございます。食べたの？うん、まだ食べてない。まだ食べてないです。お好み焼きで好きな具材がエビとイカ。ドロポチさんタコさんありがとうございます。今天丼食べてます。いいな。もうさ、天丼のあの味見の味の染みたご飯が好き。焼きそば入り、それはなんだっけ、それはなんだっけ、忘れちゃった。わかる？本当？これは一人で焼く配信か。うん、違う違う。あ、もうそう、もだい焼き、もだい焼き。フルハウスさんハートありがとうございます。そう、もだい焼きが好きです。でも今日はお好み焼きです。お好み焼きも好きです。焼きそばも好きです。あと、もんじゃ焼きも食べたことある。美味しかった。あつしさんとこさんありがとうございます。もんじゃ焼きは東京に行った時に食べたことがあるんですけど、一回だけ。めっちゃ美味しかった。一回かな、もうちょっとあるかな。こういう感じです。はい、じゃあ今回の枠は名付けてみんなとイントネーションを合わせようコーナー、イエーイ。みんなとイントネーションを合わせるためにも、まあ、今日また5問イントネーションがちょっと違うやつを持ってきました。じゃん、まず茶碗蒸し。茶碗蒸し、うん、なんか発音が違う言葉を並べてみました。まず1番は茶碗蒸しか、茶碗蒸しかで、2ほうれん草はほうれん草かほうれん草で、3位は名古屋か名古屋で、4位は彼氏と彼氏で、5位がファ
みまです。どうやって合わせるの？なんか2とか1とか言っていくか。はい、有松さんハートありがとうございますという感じです。それでは早速やっていきたいと思います。泣かなくなってきちゃった。たしたんたこさんありがとうございます。それではまず1の茶碗蒸しからいってきたいと思います。茶碗蒸しか茶碗蒸しか、はい皆さんどっちでしょうか。茶碗蒸しか茶碗蒸し、投票機能は使えません。茶碗蒸し、え茶碗蒸しってなってるよ。茶碗茶碗蒸し、あ茶碗蒸し茶碗蒸し茶碗蒸し、え茶碗蒸し茶碗蒸し茶碗蒸し、え茶茶碗蒸し茶碗、うん、蒸しと茶碗蒸し、え茶は、うん、蒸しこんな感じですかね。ももが描いたあのイントネーションの絵です。茶碗蒸しか茶碗蒸し、え茶碗蒸しか茶碗蒸し、ん茶碗蒸しか茶碗蒸し茶碗蒸しか茶碗蒸し、足跡が違う。ももは茶碗蒸しって言うんですけど、 1?2? こっちが1ね。1じゃあ1 2、はい、なになに、今なんかイントネーションみんなと合わせるためにイントネーションを合わせてます。2番が好き、茶碗蒸しの方、あ 1? 茶碗蒸し1の方が多い、あ2の方が多い。じゃあここは引き分けで。なんか両方いた、あ1が多い、じゃあ1で、2でも多いよ、じゃあ引き分けね。はい、この勝負っていうの、この検査結果はじゃーん、引き分けでございます。はい次。ほうれん草ほうれん草ほうふうれんそうとほうれん草、うんねうんそう、はい、みんなルールわかってる。ほうれん草、皆さんはどちらでしょうか。もっと本当勝負なのか、違う、あ、1? これは1か、ほうれん草、ほうれん草っていう方いる。 2? ほう1っすね。いいな、はい、2は1が多かったです。ほうれん草ほうれん草、いやもうよくから名古屋、え名古屋駅だから名古屋か、名古屋な、名古屋、えな、こう名古屋、え違うよね、え名古屋駅な、えなんて言ったもんも、名古屋と名古屋名古屋駅って言うっけ、あれ名古屋いやと名古屋、あ名古屋と名古屋
なあ、こう、なこ、や、に、はい。名古屋と名古屋です。何言ってんの？名古屋のイントネーションも調べてます。はい、こんな感じですね。名古屋と名古屋。もういいわかんない。名古屋と名古屋。あ、そう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 。あに？名古屋？そうやば。名古屋。名古屋。え？もうよくわかんない。に？なんかもう絵がよくわかんなくなっちゃう。じゃあ今も発音で言うよ。1が名古屋、2が名古屋。え？名古屋、名古屋。はい。1かにどっちですか？結局正解わからん。わかんない。1？ 1か。もうな、この字が、絵みたいなのがよくわからなかったんだね。 1？ はい。1が多かったです。みんなは名古屋と言ってるんですね。ありがとうございます。次、彼氏と彼氏。え、そう、彼氏。え、下がってくと方と、はい、どっち？彼氏？あ、違う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 。はい、いくよ。1番が1番が彼氏、2番が彼氏。1番が彼氏で2番が彼氏。どっち？1？ もう黙ってる。女の子は 2？ もう女だけど1なんだけど。1？ 1か。1だね。じゃあ結果は1でしたね。はい。それでは、桃太男だった。うん、女の子。それでは最後の問題いきます。じゃあ問題、ファミマとファミマ。え？ファミマとファミマ。あ、合ってるね。モアファミマって言うんですけど、あ、に？え、に？え、そうなの？もうファミマって言ってた。にってなんだっけ？ファミマ？じゃあ、ファミマ？ぐいね。え？もうが、もうと同じ？え、もうなんか、絵描くとわかんないよね。え、じゃあ、1がファミマで、2がファミマ。普通は 2？ あ、2なんだ。ファミマの方。大阪に？もう愛知県だけど2番か。じゃあ1番。え？あ、もうようわかんない。2番か。2番ね。はい。という感じでした。はい。じゃあ検証結果を言っていきたいと思います。茶碗蒸しは、どっちだっけ？あ、茶碗蒸しは引き分けです。茶碗蒸しは、茶碗蒸しも茶碗蒸しもどっちもいて引き分けです。ほうれん草はほうれん草でした。ほうれん草はほうれん草でした。名古屋は名古屋でした。え？名古屋と名古屋の結果、名古屋でした。それで、彼氏と彼氏の結果、彼氏でした。あ、違う、彼氏でした。それで、ファミマとファミマの違いはファミマでした。はい、まあファミマだけ違いました。合ってる、これで。合ってる。絵が難しいんだよね、この絵。はい。
皆さんもぜひこの絵を参考にしてみてください。合ってる？はい、あ、鉄な？え？鉄なって言わんくない？何？え？鉄なでしょ？鉄な？意味わかんない。ももたんって書いてある。え？ももたん、うん。トーク？え？トークにいても、遠くにいても、遠くにいても、遠くにいても、まあそれです。そろそろします。変わっちゃうの。はい、ということで、ももたんリクエストアワーを開催します。それでは第7位の発表をしたいと思います。10位は12月のカンガルーで、9位が雨の動物園で、8位がウィンブルドンへ連れて行ってでした。それでは第7、7位はじゃが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 じゃん。7位は滑り台から、イエーイ、これ滑り台の絵です。はい、9期生での初めての9期生の曲です。滑り台からです。ここには9期生のエンジンが書いてあります。9期生のエンジンは、笑顔を全力元気よく感謝を込めて9期生行くぞです。ひもたん8888ありがとうございます。はい、ほう、意外と低い。なんか結構上の方は昔の曲っていうの多かった。はい、なので今から滑り台からを踊っていきたいと思います。最後に行った後にズコって滑るの、うん、滑らない。もっと偉いと思った。ほんと？え、だってまあまあ多いぐらいだったよ。だって もっと多い曲たくさんあったもん。なんかまあまあ多いなって感じ。そう、はい、それでは「ももたんリクエストアワー」第7位は9期生の曲「滑り台から」です。聴いてください。じゃあ本当なしね。いつしか大人になってしまうと、なんだか理屈っぽくなっちゃうね。相手のこととか自分のこと、ちょっとあれこれ考えすぎる。昔はもっと単純だった。思ったことを何でも言えた。だから私は私らしかったし、無理してなかった。あの頃の私たちが大好きだったのに、遠くなってゆくような気がする。滑り台から滑ってみよう、両手を万歳しながら、子供のように素直になって、かっこつけても意味がない。ゆくよ行くよ。下で私を受け止めて。いつから大人になっちゃったんだろう。ベンチに座るようになってたらか。走り回るより木陰の下、汗をかくのが嫌になっちゃったんだろう。誰の視線意識し始めて、もう見られないって思ったり、そう自分が自分
照れくさい。この距離感は恋かな。滑りの家と登ってみるよ。昔の私に帰ろう。キャーキャー言って笑ってみたい。何を忘れていたのだろう。滑る滑る、こんな私を泣いてくれ。ちゃん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 。消防さん888ありがとうございます。妹さん888ありがとうございます。お口にジャックさんハートありがとうございます。トシさんハートありがとうございます。トシさんだるまありがとうございます。大阪ひろしちゃんもかわいいありがとうございます。スペダンピョンちゃんかわいいありがとうございます。妹さんめっちゃかわいいありがとうございます。はい、ひやみさん888ありがとうございます。フルハウスさん、だるまありがとうございます。この曲はですね、旧期生の曲で、ほう、なんての?なんかね、旧期生の曲なんですけど、となんか練習してる間にもみんなでなんか歌詞のね、意味を考えてイメージしたりとか、そう、そう、それでこの歌詞の意味を考えて理解して、ちゃんとみんなを心に一つ、心を一つにして、ほう、歌って、本当の AKB グループのリクエストアワーにも選んでいただいて、という思い出の曲です。もうね、最初ね、そう、なんか歌詞の意味っていうの、歌詞の意味をね、理解するのが難しいんですよ。スペタンピョンタンだるまありがとうございます。ラッキーセブンは旧期生の大事な滑り台からでした。昔はもうと単純だって思ったことを何でも言えた後、サビと行くよの最初の方と、照れくさい子の距離感は濃いかなと、滑り台からとサビと、家の近くの児童公園です。なのでぜひ CD がある方ぜひもう一回聞いてみてください。ののかさん、たこさん、ありがとうございます。はい。こんな感じです。
好きこれ。だからいつの間にか変わりそう。でもあの公演の青春ガールズ公演今12人なんですけど、12人の時は歌わりが変わってます。はい、いい感じです。それではランキングを読んでいきたいと思います。13位にこの大賞さん、ありがとうございます。12位ホーリーさん、ありがとうございます。11位幸せバターさん、ありがとうございます。10位ルパーさん、ありがとうございます。9位ともさん、ありがとうございます。8位たしさん、ありがとうございます。ラッキーセブンとしさん、ありがとうございます。6位ピゴハンさん、ありがとうございます。5位アリマツさん、ありがとうございます。4位ノロポチさん、ありがとうございます。3位ユーモタン、ありがとうございます。2位スペチャンピオンさん、ありがとうございます。それでは今日の1位を読みたいと思います。ピンポンポンポーン。じゃが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 じゃん。今日の1位は昭和さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、しまいます。落ちなかった。それではいきます。せーの、 LOVE 消防さん、ありがとうございます。それではいきます次もまた見に来てください。